イーヴィルーカス・エドワード・ベロール・ルーカスは、イギリスのユーモア作家、エッセイスト、劇作家、電気作家、出版社、詩人、小説家、短編作家、編集者。ロンドンの街外れで、クエーカー教徒の家に生まれたルーカスは、16歳の時に、本屋の見習いとして働き始めた。その後、ジャーナリズムに移った。ブライトンの地方紙で働き、 その後ロンドンの勇刊誌で働いた。クエイカーの詩人であるバーナード・バートンの伝記を書くことを依頼された。これがチャールズ・ラムの作品の編集などのさらなる依頼を呼んだ。1904年にユーモア雑誌のパンチのスタッフに参加し死ぬまで務めた。ショートエッセイで賞賛されている著名な作家であるが詩、小説、擬曲も作った。 1908年から1924年まで、作家としての作品とメスエン出版の出版顧問の仕事を一緒にした。1924年には、そこの社長に指名された。泊り客の枕元に、オー・ヘンリー、あるいはサキ、あるいはその両方を置いていなければ、女主人として完璧とは言えないという言葉を残している。アルフレッド・ルーカスとその妻ジェーンの4人の息子。 三人の娘の次男として、ケント州エルサムで生まれた。クエーカー教徒の家族であったため、サフロンウォルデンのフレンドスクールで教育を受けた。父の資産では大学に行くことができなかったため、16歳でブライトンの本屋に奉公に行った。1889年にサセックスデイリーニュースの職員になった。ザ翌年には、匿名で第一種スパークスフロム。 エフリントを出版した。おじからの式に援助を受け、ロンドンに移り、大学の授業を受けた。その後、ロンドンの勇敢士であるザグローブの職員となった。そこでの仕事は彼に大量の空き時間をもたらし、大英博物館図書館で幅広く本を読んだ。1897年に、 アメリカ陸軍のジェームズ・セオドア・グリフィン大佐の娘で、あるエリザベース・ガートルードと結婚し、オードリーという一人の子供を持った。妻も作家であり、いくつかの児童書を共同で執筆している。ルーカスのクエーカー教徒の老い立ちは、フレンド協会からのクエーカーの詩人であり、チャールズ・ラムの友人であるバーナード・バートンの伝記の執筆の仕事の依頼へ導いた。 この本の成功は主要な編集者によるさらなる依頼を生み、中でも最終的に七巻となったラムの作品の審判や関連する電気など1903年から1905年まで出版されたすべてのものが最重要である。電気作家のキャサリン・チャバックは、これらの仕事は彼を批評家として確立させ、彼の1905年のライフ・オブ・チャールズ・ラムは将来性があると考えられていると、 書いている。1904年のラムに関わる仕事の半ば、パンチの職員となり30年以上にわたりそこに勤務した。ルーカスは、パンチの同僚であった、エーエーミルンをイラストレーターの E.H. シェパードに紹介し、二人は二つの、刺繍と二つの熊のプーさんの本で協力した。ルーカスは多作だった。マックス・ビアボームによると話す方が書くよりも少なかった、らしい。 パンチの同僚であった EV ノックスは、ルーカスの出版物には、数多くのアンソロジーと約30点の軽いエッセイのコレクションが含まれていて、ほぼ全ての主題が彼の発想で、リスナー、エスルアー、ワンデーアナザー、オールドランプス・フォーニュー、ロイトラー、エス・ハーベスト、クラウドシルバー、エイ・ローバー、アイウッド・ビーの台は、十分に、軽量、快活。 多様性を表していると言っている。彼は旅行書、パロディや画家に関する本も書いた。画家に関する本について、絵画についてはほとんど知りませんが、あまり知らない人のために書きたいと思う、と言っていた。フランスス・ウィンナートンはルーカスについて、このように書いている。ルーカスは変わったことや滑稽なこと、そして人間が大好きだった。人から話を聞いたり、 事件や滑稽な場面に出くわすと、彼の精神は即座に、ウィットとスタイルを備えた物語に仕立てた。同性した目で人となりを解釈し、それを面白い読み物へ変えることに大真面目に取り組んだ。頭に浮かぶ思いつきはそのまま死となり、凡人が一時間、進言しても出てこないような表現が、個人のエピソードや事実にふんだんに盛り込まれた。しかし書き手としての彼の精神は批評家。 評論家的であり、野心が溢れる、小説家が発揮する、恐るべき、想像力の持続など、到底ありえなかった。ルーカスの流暢さは、彼の能力を薄めたと考える人もいる。スー・インナートンは、ルーカスのエッセイを、私たちの時代で最もいいと評したが、アグネス・アイリーム・スミスは、彼の膨大な成果にもかかわらず、スワニー・レビューにおいて、何の痕跡も残していない。 抜きんでて読まれているように、彼は覚えられることなく、読まれている。滅多なことでないと引用されず、これまでもこれからも引用されることはないと思われると、表している。1910年にルーカスはブリタニカ百科辞典第11版の、ジェーン・オースティンに関する短い記事を執筆した。第一次世界大戦前、ルーカスは、しばらくの間演劇に興味を持っていた。 彼の激 t ビジット s i t of t h は1912年にロンドンのパレスシアターで演じられましたがあまり評判は良くなかった。クリケットには継続的な興味があった。ルーカスは J.M. バリーが創設したチームアリハクバリーズのメンバーであった。ルパート・ハート・デイブはルーカスのエッセイクリケット・オール・ヒズ・ライフを収集し出版した。これはジョン・アロットが クリケットに関するすべての本の中で最高のものといったものである。サセックスの本堂と脇道に関する彼の研究は地元のポストモダンの探求に引き続き影響を与えている。1932年の回想録リーディング、ライティングリメンバリングは他のあらゆるエッセイよりも長く興味を保持している。ラムの番号を出版した。 出版社メシュウエンコーンと長年関係を築いていた。1908年から1924年まで構成を務め、1924年に会長に任命され、かなりの成功を収めた。セントンリュース大学とクスフォード大学から名誉学位を取得し、1932年に名誉訓位を授与された。彼は1928年に、 イギリスの歴史的建造物に関する王立委員会のメンバーに任命され、1933年から死ぬまでクラウン・ランズ諮問委員会のメンバーであった。晩年は家庭関係を切り離し、夜はレストランやクラブで過ごし、ポルノの広い関係を築くなど一人で生活した。アテナエウム、ビーフステーク、バックス、ガリックのメンバーでもあった。最後の病気に苦しんだ時も、 友人を病室に入れることを断固として拒絶した。ロンドンのメルルボーンの老人ホームで70歳で亡くなった。ありがとうございます。